平成最後の夏に、大正駅を出発し、昭和駅を通って平成駅へ向かう、年号駅を回る旅。前回、岡山駅で、特急やくも号から山陽、九州新幹線直通、桜567号に乗り換え、新幹線史上最高の普通車に酔いしれながら、一路新下関へと向かっていたのだが、広島で、本来出会うはずだった友達と再会。運休や遅延、ルート変更など、予定通り進まず、気分は落ち込み気味だったのだが、友達との再会と、下関のトラフグを食べて回復し、いよいよ、年号駅を回る旅、最終日を迎えるのであった。はい、おはようございます。下関駅前です。今日の、今回の旅の最終日を迎えてしまいました。まずは関門海峡越えですね。関門海峡を越えて、まずは九州に入りたいと思います。お子様連れの方は手をつなぎセットの中央にお見せください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い電磁ブロックまでお下がりください。この415系は 50Hz、60Hz の交流電源、直流電源も合わせると3つの電源に対応できる高直流電車。ご存知、本州側は直流で電化されており、九州側は 60Hz の交流で電化されております。つまり、50Hz の交流には対応しなくても良いので、ここを3つの電源に対応できる車両が走るのは、機関車を除けば、間違いなく415系で最後になるでしょうね。関門トンネルに入りました。1942年7月に貨物用として下り線のトンネルが開通し、同年11月に旅客列車用にも開通。その2年後、1944年に上り線のトンネルも建設されました。上り線においては、最大勾配が 25% の急勾配が存在するため、開通当時から直流線 500V で電化されています。実は、旅客用のデッドセクションは、関門トンネルを出て、坂を登り切る都市電区間が存在しています。ですが、貨物列車だと編成が長いため、後ろの車両が勾配の途中で切り替えるのは危険であり、最悪坂を登り切れなくなります。そのため、貨物列車用のセクションは別の場所に存在しており、門司側のセクションは使用せず、小倉側にある別の線路のセクションを使用します。よって、理論上では直流電車も門司駅の構内に入線することは可能です。
ホームには当然入線できませんけどね。さて、門司駅で降りて、ずっと乗車するのを夢見ていた列車に乗り換えます。初めて目の前で見た787系。あかん、かっこよすぎる。ご乗車ありがとうございます。博多駅特急きらめき201号です。で次は小倉に止まります。なんというか、車窓から実際には見たことがない車両が見えると非常にテンションが上がるのは私だけでしょうか。一気に別世界に来た感じがします。新幹線にお乗り換えのお客様は階段を上って新幹線乗り換え改札口へお越しください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。小倉を出ますと次は戸端に止まります。 Ladies and gentlemenWe will soon be making a brief stop at Kokura. After leaving Kokura, we will be stopping at Tobata. なんと驚き、フットレストが装備されているではありませんか。っていうかなんで手でやったのよ。毎回言っているのですが、全くレストになっていませんし、終点まで使いませんでした。普通車の座席間隔は1000ミリで、少し広めです。ありがとうございます。小倉です。降り口は右側です。5番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。隣のホームに先ほど乗車した415系が停車していました。皆さんお察しだと思いますが、このまま乗車し続けて博多まで向かいますよ。九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多駅特急きらめき201号です。お客様にお願いいたします。客室内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。携帯電話のご使用は電気でお願いいたします。また JR 九州では警戒警備を強化しております。駅構内や車内で不審物または危険な行為等を発見されましたら係員までお知らせください。今の瞬間か、この旅の中で一番テンションが上がった瞬間だなんて、口が裂けても言えないです。今のは交流機関車、ED76 の1021号機、あの寝台特急はやぶさも牽引していました。こんなところで出会うとは、
本当に感激です。朝食の時間です。油と糖分と米しか取ってませんね。列車は折尾駅を出発すると、なんと自由席が満席状態になりました。次の赤間駅でついにデッキで立ち席する方々も現れ始めました。私の予想では、乗車率は終点博多の時点で8割が埋まっている状態かなと思っていましたが、甘い考えでしたね。どうしても座りたい方のために少しだけ解説をしたいと思います。普通車は一部列車を除いて、指定席が1両か2両連結されています。さらに全列車にグリーン車指定席が設定されています。さらにさらに、上りの4号6号8号12号22号、下りの3号11号13号101号にはグリーン席、デラックスグリーン席、グリーン4人個室も設定してありますので、どうしても座りたい方はそちらを利用する方が良いかもしれません。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく東郷に着きます。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。出られて地下鉄乗り場へお越しください。
お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。本日は特急きらめき101号をご利用くださいましてありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。博多に着きます。終点博多に着きます。乗り口は左側です。7番乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。特急イブイの森1号、イブイ行きは9時28分5番乗り場ですね。快速久留米行きは9時29分6番乗り場です。特急ハウステンボス5号、ハウステンボス行き、特急緑5号、佐世保行きは9時31分4番乗り場です。普通列車鳥栖行きは9時41分6番乗り場です。終点博多です。お忘れ物落とし物ございませんようお気をつけください。はい、博多駅に到着しました。ここから九州新幹線でツバメに乗っていよいよ熊本へ向かいます。さあいよいよ九州新幹線に乗車し平成駅がある熊本へ向かいます。ですがそろそろお時間のようです。また次回お会いしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。うぷ主の仙台撮り鉄でございます。今ですねようやく編集が終わりました。編集が終わったのは11月24日の2時33分でございます。その2時33分って午前の2時33分のことね。今からエンコードするっていうね、もうもはやその何て言うの、公開する前日はおろか公開する当日にようやく編集が終わるっていうね、チキチキレースの極みもんですね本当に。さて、前回のアンケートはこちら、アルペンルート編はいつ上げるべきかという編、アンケートを、ダメな、ろれつ回んね。アルペンルート編はいつ上げるべきかという、アンケートを、やりましたけれども、結果はこちらになります。まあ、大体予想はついておりました。さすがにね、年号駅のシリーズをね、終わらせないでそのまんま新しいシリーズやるのがどうかなという感じなので、今回は、皆さんの意見通り、年号駅シリーズが終わってから、また考えたいと思います。実はね、年号駅シリーズが終わった後で、実はその年号駅シリーズのちょっと本当に続編みたいな感じでね、あるんですよ。まあそれはね、第78話かな。78話の最後あたりにね、ちょっとチラッと出たんですけれども、まあそちらの方をご覧になっていただければと思います。まあそれ以外のシリーズに関してはちょっとね、迷ってるところではございますよ。まずどのシリーズから上げるべきかっていうね、それがすごく迷ってるところではございます。そこでですね、今日は皆さんに聞きたいのは、年号駅が終わるシリーズが、じゃあ、年号駅が終わるシリーズじゃないよ。年号駅を回る旅シリーズが終わったら、果たしてどのシリーズを開けてほしいかというアンケートでございます。まあ何選択になるか分かりませんけれども、 i ボタン右上の皆さんから見て右上の i ボタンから、どうか回答のほどよろしくお願いいたしたいと思います。次回はですね、いつにあげるか分かりません。明日は多分あげれないかな。多分あげれたらあげれますけれども、多分あげないと思ってください。期待はしないでくださいね。はい、というわけで以上仙台撮り鉄でございました。次回は最終回ではありません。おそらく次回の次回が最終回になります。年号駅を回るたびね、次回の次回最後になると思いますので、見ていただければ幸いです。それでは以上仙台撮り鉄でございました。寝ます。ほんでまず。